ットプラン広北、広北区地域福祉保健計画は、誰もが安心して健やかに暮らせる街広北を基本理念として進めています。この計画には地区計画と区計画があり、相互に連携しています。各地区で取り組まれている主な活動と地区計画をご紹介します。日吉地区では、光と活力に満ち溢れる日吉を愛称として取り組みを進めています。地区の取り組みの一つ、防災から福祉を考える災害時要援護者の見守りについてご紹介します。日吉地区では町内会ごとに防災の取り組みを行っています。近年、地震や台風での被害が大きく、防災・減災への意識の高まりもあり、防災訓練には多くの住民が参加しています。区役所と自治会町内会とが協定を締結し、災害時要援護者名簿の共有についても取り組みを始めました。また住民自ら防災と福祉の視点で街歩きを行い、マップも作成してきました。自助・公助だけでなく、助け合える仕組み作りとしての共助も大切にしています。光と活力福祉実践活動発表会では、こうした取り組みを広く地域の皆さんにお届けしています。地域のつながりづくりを考えるを共通テーマとして、各地区の状況に応じて取り組みを進めます。またインターネットを活用して各地区の取り組みを広くお知らせします。ご紹介した活動以外にも、たくさんの活動が地区で行われています。地区計画についてもっと知りたい方は、ホームページでも紹介していますので、ぜひご覧ください。